列車を連結した例列車の最後尾に補助機関車を連結した、例電車列車に補助機関車を連結した、例 EF59 型には走行中解放を行った関係で、自動連結機解放テコに会場用の空気シリンダが取り付けられている。補助機関車とは、鉄道において列車の運転の補助のために連結される機関車のことで、略して、補機とも言う。 経営力を増すために連結される機関車や急行バイク間などで、その区間を列車が上り下りするための補助をする機関車のことを言う。なお、補機に補助されて列車を経営する機関車のことを本務機関車という。また、機関車による経営が必須な客車列車や貨物列車ばかりでなく、動力分散方式の電車や機動車による列車であっても、 補機が連結される場合がある。補機専用機関車の中には、日本の EF63 型のように電車と協調運転を行うことができるものもあった。補機は連結位置により、列車の前方に連結される機関車を全部補機、列車の後方に連結される機関車を後部補機と呼ぶ。編成の中間部に連結されることもある。補機の連結位置については、列車が運転される。 鉄道路線の事情や機関車の性能によって異なる。全部補機の場合は本向きの前方に連結される。ただし、例外的に機関車運用上の理由から本向きの G に連結される場合もある。蒸気機関車牽引列車の場合、補助を目的としてだけでなく、蒸気機関車の保護を目的に連結、運用される場合もある。2両以上の動力車が連結されるので、 両者の間で協調運転が行われる。SL 時代は、それぞれの機関車に運転士が乗り込み、汽笛等の合図により一斉操作するなど手動で協調運転を行っていた。電気機関車やディーゼル機関車では、2両以上の機関車を一括制御する機能を備えている。この場合は、機関車間に有線や無線の制御回路を引き通す必要があるが、運転士は、 戦闘の機関車のみに乗務すれば良いため、人件費の削減が可能になる。補機の連結解放は、基本的に駅などの停車場に停車して行われるが、解放に関しては、時間を節約するために走行中解放を行う、例もある。連結機の解放場を操作した上で補機のみが減速するだけでよく、あまり難しくないこともあって、古くからこうした事例は多い。 日本においては、特急、縁の運転開始にあたり、箱根越えの勾配区間で連結される補機を、御殿場駅構内で走行中に解放を行ったなどの事例があり、山陽本線の八本松、瀬野間では、2002年3月まで EF67 型が八本松駅構内で走行中解放を行っていた。本向きとの間で協調運転を行うため、 補機も本向きと同じ性能を持った機関車が当てられることが多く、異業式や医車種による従連運転は少数である。特定の区間で補機として運用される機関車であっても、運用の効率化のため基本形式に補機運用に必要な装備を付加して使用する例が多く、補機専用形式が充当される例は多くない。いずれも使用線区に特化した装備を備えている。 以下に、日本で使用されている補機専用形式を記す。ありがとうございます。